皆さんこんにちは。英語英文学コース主任の並木です。私たちのコースでは秋学期にディズニーの世界作品の魅力を現地体験型授業として行います。これはアメリカ文化の優れた例としてウォルト・ディズニーを取り上げ、彼の生涯や思想、独特の考え方などに注目して授業を展開します。最初に彼の一生における重要なエピソードを英文の資料や彼の詳しい伝記をもとにして紹介し、なぜウォルト・ディズニーはディズニーランドを作ったかを考えます。次に数々あるアニメ映画とそれらの原作を比較し、どういうところが違うのかを数名の教員が掘り下げます。最後に世界のディズニーリゾートの中で最もリピーター率の高い東京ディズニーランドの多彩な魅力に焦点を当てます。いくつかのグループに分かれて課題を考え、現地に行きアトラクションを楽しみながら1日かけて課題を探求します。その後は各グループごとにパワーポイントを使って資料を作成し、プレゼンテーションを行います。昨年では6つのグループが全員参加で行いましたが、それぞれテーマが異なり表現の仕方も異なっていて、とても楽しくワクワクしました。皆さんもご一緒にこの授業に参加いたしませんか。